今治明徳中学校、高等学校、八田文校は、愛媛県今治市にある私立中学校、高等学校文校。4月、入学式、対面式、新入生歓迎レセプション7月、球技大会、夏季課外授業8月、夏季課外授業9月、運動会10月、集団宿泊研修、修学旅行11月、 保護者対象講演会12月、100人一種大会、冬季課外授業2月、ビブリオバトル決勝戦3月、遠足、春季課外授業、卒業式4月、入学式、新入生歓迎レセプション、本校文校合同生徒総会、自転車、遠足5月、集団宿泊研修6月、全学年クラブマッチ7月、オープンキャンパス9月、運動会10月、 文化祭12月、修学旅行、農作業体験新聞部、写真部、バスケットボール部、卓球部、サッカー部、剣道部、テニス部、アフリカ村おこし部、英語部、情報処理部、空手道同好会、バドミントン部サッカー部、テニス部、剣道部、バスケットボール部、陸上競技部、パソコン部、作動部、ESS 部、合唱部公式テニス部、 全国大会男子団体出場全国、大会男子個人出場全国、大会女子個人出場四国、大会男子団体出場四国、大会男子個人出場四国、大会女子団体出場四国、大会女子個人出場券大会男子、団体優勝券大会男子団体準優勝券、大会女子団体優勝券大会女子団体、準優勝券大会女子個人シングルス1位券、 大会女子個人ダブルス2剣道部、県大会男子団体出場権、大会男子個人出場権大会女子、団体出場権大会女子個人出場権、新人大会男子個人出場権新人大会女子、団体出場権新人大会女子個人、出場陸上競技部、全国大会男子個人出場全国、大会女子個人出場四国大会男子出場四国、 大会女子出場権、大会男子出場権、大会女子出場権新人大会男子出場権、新人大会女子出場四国中学校総合体育大会決勝進出ジュニアオリンピック出場合唱部全日本合唱コンクール四国支部大会金賞受賞 NHK 全国学校音楽コンクール愛媛県大会同賞今治明徳高校八田文校は 全国的にも有名な平和学習に関する取り組みをしていた。今治市内の戦争や空襲に関する情報を全国的に発信していて、全国放送テレビでも何度か取り上げられている。今治名徳高等学校、矢田文校は大学進学に熱心であり、教師陣が生徒一人、数との勉強をカバーしている。2011年度高等学校高校教育の 改革に関する推進状況について、P47 には、今治明徳中学校と、今治明徳高等学校、矢田文校とは、進学教育指導に重点を置いた、中高一貫教育校であると記されている。今治明徳中学校、2019年2月9日閲覧、今治明徳高等学校、矢田文校へようこそ。 www.ima-meitoku.ed.jp2019、ok、年2月9日閲覧部活動今治名徳中学校パート2今治名徳中学校2019年9月2日閲覧ありがとうございます